こんにちは、助産師の渡辺です。今回は新生児の沐浴について、引き続きこちら小春ちゃんと一緒に勉強していきます。先ほどの動画でお腹側を洗い終わったので、今度は背中を洗っていきます。手をこのようにして赤ちゃんの脇の下にしっかりと入れます。左手はそのまま、両手で赤ちゃんを挟んで右腕に乗せます。赤ちゃんの手は上に来るようにします。沐浴布はこのあたりに置いておきます。首の後ろ、背中、お尻を洗っていきます。うんちがお尻の間に残ってしまうので、シワの間もしっかり洗っていきます。右手はそのままで、左手を元の位置に戻して上向きに戻ります。小春ちゃん、上向きに戻るよ。お尻ももしっかり洗ってあげます。男の子は陰嚢周辺の汚れ、女の子はひだの間も優しく洗ってあげましょう。足もこのように優しく握るように洗っていきます。全身きれいになったので、上がり湯をして終わりです。一人で沐浴をする場合は、使ったお湯を流してからかけ湯をするのがおすすめです。小春ちゃん、お疲れ様。では次回の動画で沐浴も終了。またすぐにお会いしましょう。